どうも、あじチャンネルあじです、今回はですね、弾き語りコンテンツの第2弾といたしまして、ジョン・レノンのイマジンをやっていきたいと思います。コンセプトといたしましては、前回の動画でもお伝えしましたが、なるべく簡単シンプルに、ただまあ少しだけ味付けといいますか、聞かせポイントみたいなものを織り交ぜながら、彩りを添えるというか、その楽しみポイントの一つにしていただければいいのかなと思っております。あと前回の動画では言葉で説明はしなかったんですけども、概要欄の方に私が作成した歌詞とコード譜の方を載せておりますので、こちら無償で提供しておりますので、よろしければ印刷等していただいて、練習に役立てていただければ幸いです。それではやっていきましょう。まずイントロなんですけども、イントロは C と F の組み合わせになります。まずシンプルに弾くとですね、感じになるんですけども、ちょっとこれではあまりにもシンプルすぎるかなというのもありますので、今回そのイントロを聞かせポイントとして、いじくりたいなと、思っております。でですね、むしろもうそのイントロ以外は本当にもう普通に自由にシンプルに思いのままに弾けばいいのかなと思っておりますが、このイントロなんですけども、ちょっと単純な C ではなくて、C on G というコード、これはその C の音よりさらに低いところにその G の音を持ってくるというコードになるんですけども、押さえ方としては、今薬指で押さえている5弦3フレットを小指で押さえて、空いた薬指を6弦3フレットの G の音に持っていくと。ただこれコードを変えただけじゃなくてですね、ちょっとそのここからの聞かせポイントの説明になるんですけども、そのイントロのメロディーをイメージした感じの弾き方にしたいと思います。ちょっとやってみますね。というふうにですね、この C on G というコードをちょっと利用しまして、この5弦3フレットの音と、6弦3フレットの音、これなんかちょっとね、イマジンのイントロっぽいですよね。で、その後に、この5弦の2フレット、3フレットの音を持ってくると、つなげると、という感じになりますね。で、この後、F に移るんですけども、こちらも同様にですね、その5弦6弦5弦6弦と叩いてですね、で最後は6弦の開放弦と1フレット、これをつなげるわけですね。で一番初めはじゃらんとストロークして、その後にその簡単なアルペジオみたいなものをちょっと織り交ぜるという形で、イントロを添えてあげると、随分とそのイマジンっぽいなって、もう弾いた感じにイマジンっぽいなって感じになると思います。でですね、このちょっとしたメロディーっぽいやつの弾き方なんですけども、先ほど説明したように C on G は、薬指で6弦、小指で5弦を押さえて、この後なんですけども、私はここではちょっと一回このコードをパッと離して崩してですね、中指で5弦2フレット、薬指で5弦3フレットを押さえています。なぜかというと、こう5弦3フレット薬指を持ってきておくとですね、次コードチェンジするときに F にそのまま移りやすいんですね。なので、こういう形で弾いております。
まあ、F に関してはできる方はこちらシェイクハンドのスタイルの方がまあ楽ではありますね。こちらの方はまあ楽だとは思います。ただまあその最後6弦の開放弦と1弦あ開放弦と1フレットのところはまあ親指を使って押さえるという形になりますね。ここはちょっと難しいかもしれませんけどね。それでは続けて A メロの方に入っていきたいと思うんですけども、冒頭に申し上げました通り、今回この曲の聴かせポイントというかいじりポイントはイントロに重きを置いていて、A メロ以降はまあ自由に思うがままにストロークしながらまあ弾き語りしていただければいいのかなと思っております。ですのでちょっとコードだけね、なぞって説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では A メロ C から入っていきます。C の後の C メジャーセブンスというコードが入ってくるんですけども、これはですねもう単純に2弦1フレットを押さえている人差し指を離して C の状態からですね、人差し指を離してそのままじゃらんと弾いていただければ、もうこれが C メジャーセブンスになりますので、もう簡単ですね。でそこから F に移ると。これが A メロの流れになります。ちょっと途中で、ややこしい名前の長いコードが出てきてちょっと止めたんですけども、 D マイナーの後です。この F、 A マイナー、 D マイナー、この後ですね、 D マイナーセブンスオン C というコードを弾いているんですけども、ちょっとね、名前もややこしいし、まあ、押さえ方もちょっと特徴的ですので、ここちょっと概要欄のコード譜の方には絵も一応載せておりますので、まあ、見ていただければと思うんですけども、まあ、これ押さえにくかったらですね、これ F で弾いてください。ちょっとやってみますね。いいと思います。ちょっとね、響きにこだわるならこの D マイナーセブンスオン C というコードを、まあ、使っていただいてもいいのかなと思いますけども、やりにくい場合はもう F でもいいです。はい、それでは2コーラス目から出てくる B メロについてちょっと流れをなぞっていきたいと思います。まあ、先ほどのですね、この流れから、ここからですね、というのが B メロのコードの流れになっているんですけども、そうですね、まあ、ポイントといいますか、その僕がちょっと変えて弾いてるのが、その2回目の E7 のところを、まあ、シンコペーションって言いまして、その裏拍で、入れています。まあ、通常は
ども、2回目だけ。まあ、このリズムで言うと、そのまあアップダウンのアップで入れてるんですよね。こうするとまあちょっとね、まあ単調な流れにちょっとアクセントをつけたいときにいいかなと思います。はい、というわけでですね、イマジンは今回まあその、まあ、軒並みシンプルな構成で、まあ、大体説明流れは以上ってなるんですけども、ちょっとまあそのイントロ以外にももうちょっとなんか一工夫加えられないかなって考えたときに、これもまあ一つの参考としてまあ捉えていただければいいんですけども、A メロですね、C、C メジャーセブンス、F の流れのところの F のところにちょっとこんな風に親指だったらこんな風にちょっとねベースの動きをまあ入れてあげるとちょっとこれもアクセントになるのかなと思います。はい、それでは最後にデモ演奏させていただきたいと思います。As only sky.